晴井さん、こんにちは。カンですよ。で、皆さん、これ、新規開業起きた闇の字使いましたでしょうか？まあ、使った方はわかるかなと思うんですけど、ちょっと走りが遅くて使いにくいっていう感じになってるんです。なので、今回はですね、めちゃくちゃ走りを速くして使っていきたいなと思います。まあ、いろんな点でね、速くしていくっていう形になるんですけども、まず、ストームショットを貼ってあげます。これを貼ってあげるとですね、グラス属性の移動速度がプラス 15%、スタミナ以外のパラメータープラス200っていうことで、スピード値が200上がるっていう形になっております。ストームショットね、雪属性も持ってるじゃないですか、闇の王子。なので、この氷塊化ストームショットもめちゃくちゃ相性良かったりするんですけど、これは移動速度プラス 15% はついてるものの、スピード値がプラス200されるっていう能力はないっていう形になってるので、今回は、使わないっていう形になっております。もう闇の王子で入れ版ギミック出して、キアラのオンザとかやってあげるとね、セレナキアラと同じようなことができたりして結構楽しいので、よかったらやってくれたらなと思うんですけど、前に動画出してるのでよかったらそちらも見ていただけたらなと思います。で、桜でストームショット打ちますと。で、次にですね、闇の王子のラケットをこちらにいたします。この霞ラケットってやつ、これ交換所にラケットだけにしたらね、11枚目に出てくるものになっているんですけど、これギアショットを打つとですね、スピードとストローク値がプラス 30% の強化状態になってくれます。このね、スピード値が上がることによって、もちろん走りが速くなるし、ストローク値が上がることによってダメージが上がります。しかもギガスループスよりもむしろダメージが上がるっていう結構素晴らしいラケットなんでね、ぜひとも使っていただけたらなと思います。で、続いて靴に関してなんですけども、靴のスロットスキル3をですね、ボレーで返球時10秒間クイックムーブっていうやつにして、で、スロットスキル1に移動速度プラス 1% っていうものをつけていて、で、あとはですね、この闇の王子自体にですね、王の剣能っていう能力があるんですけど、これはですね、同属性の、だからグラス属性の味方のタイプに応じて2つまで効果が重複発生ということで、サーブタイプを仲間に2人入れていたらスマッシュの威力強化、で、ストロークタイプを仲間に入れていたらスピンとロブのジャスト判定強化、この回整数打ったらジャスト確定なんで、これはあんまいらないかなと思うんですけど、で、テクニックタイプ入れていたらスインゲリア拡大で、スタミナタイプを2人入れていたらスタミナ消費軽減っていう感じになってるんですけど、スピードタイプを仲間に2人入れていると動き出し強化の強化っていう感じになってるので、さらに走りが速くなるということで、今回はですね、この編成で試合やっていきたいなと思います。このチャンネルでは白猫テニスについての動画を上げてますので、興味がある方はぜひチャンネル登録してください。はい、というわけで1戦目やっていきたいなと思います。相手の編成はセレナキアラとフェネッカっていう感じですね。いや、俺フェネッカちょっと苦手なんよな。いや、あの子ほんまになんかひたすら耐えて耐えてさ、ほんであれなんかすごい壁ツインズのフェネッカやろ、あれだいぶ苦手やねんけど、頑張っていきましょう。よいしょ。まずサクラで SS 打つためにラケットで SS 自動蓄積で貯めて SS 打ちたいから、ちょっと得点も失点もしたくないやばい SS だけを出して頼む。もう一回サクラ出すのはめんどくさい。オッケー。こっからも失点してもいいよ、全然。だから強気に戦おう。危ねえ、ヘリオやったー。ギリ取れたわ、マジででかいよ。オッケー。これで、相手 SS 全然溜まってないはずやから、強気に行って、はい、使わせて、で、ここで SS を打ってしまうとあれかもせえへんから、温存しとこう。相手全然 SH 打ってこいやん。絶対次飛んでくるな。あ、まっすぐね。いや、どないしようかな、これ。でもまあ、このまま頑張ってボレーとかで決めるべきやんな。はい、いいね。うわ、ロブにしたつもりなかった、今。スマジュやん。ロブになったせいで、SS 溜まってもっていっぱい。あ、厳しい。いや、セレナ強いよな。どうすんねん、そんなキャラ。ほんま、一生なれへんわ。いっか。しかも闇の王子で、真ん中ドーンやって、相手にダメージ与えて、SS を溜めていくと。で、相手、飛炎ショットやから、飛炎を警戒しなあかんねんけど、あ、そうか、相手、セレナのリープいっぱいしとったから、まだ溜まってない。まだその間に枯らそう、頑張って。待って、桜の陣なくなってんけど。桜の陣ってね、体力回復効果あるから、闇の王子の体力の、ちょっと枯れやすいところを補給、補うことができるんですけど、さっきラリーしすぎてなくなっちゃいましたね。いいけど。あ、そうか、この子、常時着弾点見えるようになったんか。それはでかいな。今失点してしまったけど。いや、これスライスに持っといた方が楽なんだろ。それでもスピン。でもな、ちょっとほんまにこの子、全打球ジャストプラス、あとスイングレが狭いキャラって飛びつきやすいから、そこで失点してしまうっていうのが怖いからな。やっぱ安定でスライスの方がいいのかな。いや、これやばいよな。しかもな、このなんかすごい壁ツインズってさ、通るとき弾遅くなるやんか。だからフェネッカにね、アスラモチーフの、新しいアスラモチーフのラケットを持たせてあげると、SS をほぼ確定でコピーできるっていう結構いい使い方もできたりするんで、よかったらフェネッカ持ってる方、試してみてください。結構おすすめですよ。俺フェネッカ持ってないからできひんねんけど、前されて、うわ、やばっと思った。え、俺って失点したっけ？忘れた。とりあえずこのラケット打っとくか。やっぱ。もうえぐいって、マジセレナってどうなってんの？あんなキャラ勝てんねんけど、マジで。いや、これホルトするやんな、多分。これホルトやんな。はい。これはしょうがない。ただ相手がドリンク無敵ついてたとしても、必中やからダメージが入る。これはでかいとこでもある。よいしょ。
抜けへんか。無理やんな。いやほんまに強い、この壁、この壁マジで強い。どうしよう、一生決まる気せん。ただでも体力からしでどうにかなりそうな感じはするな。よいしょ、あ、これ抜けたんちゃう、抜けへんわかかれへんようにクロスに打ってみたんやけどな。よいしょ、相手セス飛んできそう。あ、これ来たんちゃう、押すと弾、信じられへんやば、全然さ、まあ、走りちょっと早いけどさ、それでもなんかボレーとかいけてないから最大限活用はできてないよね。よいしょ、てかアウトせえへんの、あの弾。うわ、いく、アウトした願ったり叶ったりがすごいね。さあ、こっからどうやって攻めていこうかな。あ、その子で来る。まあそれはまあ頑張って一回ロブして、あ、でもスマージュ溜まっちゃうんか、ちょミスったなあー、でもロブは助かる、ロブは一ちゃん取りやすい。はいはいはい、はい、オッケー、いいね、体力枯れるっていいねただもうこのラケットのね効果なくなってるんで、スロットスキルのタイプダメージ分しかダメージ入ってないから、あとまあスピードタイプへのダメージがアップする能力があるから、それだけで相手の体力を今枯らしたって感じだね。素晴らしいですね。あ、こいったんじゃん。うわ、 SS 打ったつもりが。よいしょ、はい、勝ちました、ありがとうやっぱ走り速くなるのは結構使いやすいですね。はい、というわけで2戦目やっていきたいなと思います。相手の編成はエクセリアと温泉フランとセレナということで、またセレナいるっていう感じですね。いや、セレナほんま苦手なんよ。なんか俺前まではね、セレナフランやってたんで、もしまあセレナね S1 のリープで抜かれてしまったとしても、こっちも S1 のリープすれば、まあ普通に瞬間移動的な感じで取っていけるので、まあ別に抜かれてもそんな問題なかったんですけど、セレナ使わんくなったらさ、もう自力で取っていかなあかんやん。だからちょっと厳しくなってきてるんですよね。ちょっとセレナの補給力だいぶ下がってるっていうか、元から結構苦手は苦手やったんですけど、ちょっとあんまセレナには来てほしくないんですけども、まあ相手がエクセラで打ってきそうですね。これは SS 打ってアウトラッキーで、まあこれでストーム張ったから、これでまあ移動速度プラス 15% と、スピード値がプラス 200% で、あ、 200% なんでしたか、プラス200で GS を打ったら、何やったっけね、スピード値がプラス 30% なんで、まあ大体スピード値って600、700ぐらいなんで、それの 30% ってことは、まあまたプラス200ぐらいって感じやから、まあ、結構走りは速くなりますよね。あとまあスピード剣能で動き出し強化で、まあボレークイックムーブ、まあクイックムーブも動き出し強化っていう意味やとは思うから、なんかその効果が3段階上がるとはあんま考えにくいから、なんかこんだけつけてるわ、なんかもったいないような気はするんやけども、ちょっとまあまあわかんないです。まあ俺がほんまの編成で使うのであれば、あのここまでは盛らないです。少なくとも靴に関してはボレークイックムーブはつけないです。スインゲリアを広げるか、まあ体力が枯れやすいのであれば得点時に体力回復するかかな。まあ受けるダメージカットとかしても問題、悪くはないんやけど、 SS 回転率が結構下がってしまうんですよ。あとまあダメージを下げる策として、まあ一切ダメージを受けなくなる前のね、エンブレムとかつけてあげるのも一つの手だったりはするんですけど、さっき言ってたね、デメリットが発生するっていう感じにはなるので、SS 溜まりにくくなるんでね、こっちがダメージ受けなかったその分ね、相手のダメージ依存で SS が溜まるって形になるんで、正直それはあんまりおすすめしないかな感はあるんで、俺は安定ですインゲリア広げた方がいいかなとは思う。まあこの試合やってて、まあ走り速いのは結構いいんやけど、でもある程度エリアも欲しいよねっていう感じはあるんで、仲間にまあスピードダイブ1人ぐらいは入っとったら、まあいいんじゃないでしょうか。わかんないですけども、これ決まったんじゃない、ナイス。いや、いいね、あんまセレナこんかったから勝てた感じかなこれはい、というわけで3戦目やっていきたいなと思います。相手の編成はシェリルとアピスとラインズマンミューで2220ですごない。まあ、ラインズマンミューは強いけど、その他の2人であんま見えひんよな。まあ、アピスは見るけどもって感じかな。で、まあ、桜で SS 打ったら確かね、状態異常期間みたいな能力になったような気がするから、陣が出てる間はね、確かね、燃焼は確か期間、あと毒も絶対効かへんっていう感じなんで、まあ、初手枯らされることには変わりないか。ただまあ、初期闇の王子の対策としてね、ちょっと枯らされるのが怖かったんで、あれつけてきました。50% の確率で受けるダメージマイナス 75% ってやつ。まあ、あれ結構ね、スタミナダメージカットの面では結構有用なスロットスキルやったりするんで、まあ初め体力かわされて嫌やなと思う場合であれば、よかったらつけてみてはいかがでしょうか。よいしょ。いや、まあまあ、これ体力からされても問題ないんですよね。なんせ、SS が溜まりやすいですから、その方が。ちょっと、押されてんな。いや、こっからやからみんな。待っとけよ。いや、まずまあ、相手にダメージを与えて SS を溜めよう。はいはい、いいね。地面型ギミックちゃんと効きます。で、これで、ダメージ上げます。あと、スピードももちろん上がってます。はい、もう SS 触った。やば。自分が受けるダメージやばくない受けすぎ。あとそう、相手オーバーフローやったら受けるダメージ2倍になるっていう能力あるんで、それでもさらにっていう感じかな。うわ、出たシェリル。シェリルってさ、強いんなんか、普段そんな戦わんから全然わからんのんやけど、とりあえずロブレンしとったらいける説がある気がするんやけど、わ、白闇忘れてた。暗闇向こうとかつけてないな。すげえ見にくい。
うわー、それきた、間に合った。オッケー、このラケットちょっと無駄遣いしたけど、まあ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 、失点するよりはマシか。はい、でかいでかい。いやでもさ、あ、でもイルマンギミックもうなくなるんか。あえてまっすぐのやつはゲットしたままで、まあもう一回打てるって感じか。うわ、きついな。白闇がほんま嫌やな。よいしょ。うわ、やば、見えな。ほんでまあスライスやっとけばいけるかなと思ったんやけど、いや厳しいな。やっぱエリアは欲しいから、正直な。だからまあギガス、まあギガスも悪くはないんやけど、俺はギガスはやらんかなって感じ。ちょっと強いやん、シリル。どうするん。あ、でもラインズバミューエとかやったら瞬間移動で取れるんか。なるほど。だからやっぱラインズバミューエは強いっていう感じは残るかな、というわけで、まあ、ぜひ皆さんも闇の王子で走り速くして戦ってみてはいかがでしょうか、ということで、また皆さんお会いしましょう。バイバイ。